どうっす。いや、また遅刻してるやん。すいません。ゲームしたいのに、こんなに。あ、ゲーム？なんか作ってきたんですか、また。今回オリジナルゲームを作ってきて。うん、去年は福洗いやりました、ね。福洗いやって、カルタもやって、森本の冒険も。今回、USO ゲームっていうのに。USO ゲーム、はい、なるほど。はい。なるほど。いいですね、やりましょう。やりましょう。早くない？何、一緒に作る？これ邪魔っすか？これね、ない方がいいかも。なんで知ってんの？ USO ゲーム。USO ゲームや。まずルールを説明してください。USO ゲームっていうのを、はい、あの森本さんと。はい。ちょっと。USO ゲームだから正座してるんですか、それとも新年だから正座してるのか、それとも何も思いついてないからなのか、どっちなんですかこれは。いいよ。セルフ吉兆するなよ。セルフ吉兆だけはするなよ。頭が真っ白でじゃないんだよ。2021に吉兆。一世を風靡した、はい、あの曲をパロディして作ったゲームで、ダパンプさんの USA っていう曲なんですけど、はい、結構前よそれ。2、3年前だよそれ。ちょっとパロディして今更温めておいたのよ。でも温めすぎてる。すごい温めておいた。だから負荷やっとした。あ、卵のイメージ。卵のイメージ。なんかカレーとかのイメージだ。卵のイメージ。こういう温めですよね。卵のイメージ。そう、喋り方 USA ドゥル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 ドゥドゥドゥみたいなとこあるじゃないですか。 A メロも A メロですね。そうそう、だからそれ USO にすんのよ。 USA じゃなくて USO、うん、で、その後に嘘ですよみたいなことを言う。 USO でホニャララララララを、うん、もう嘘のことを言えばいいっていう。そう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 、うん、で、それを交互にやっていくっていう。で、嘘じゃなかった本当のこと言っちゃったらアウトってことですか。そうそう、そういうことっていうのをやりたいんで、うん、ちょっと審判取り上げて。僕は嘘かどうか判定させていただきますので、はい、実際やった場合は、うん、なしですか。めっちゃ簡単じゃない、はい、意味不明なこと言ったりしてもあかん。あ、意味不明でもダメなのか。ちゃんとした嘘だから。ちゃんと嘘として成立してる、成立してるもの。例えば USO 日に当たると冷たいなるほどなるほど。そういう感じで言っていって、そうほんまやんけみたいな、うん、そうほんまやないかとか、うん、そう本当じゃないとか、うん、本当そんなバリエーションいらねえよ。やった場合、ね、やった場合は、うん、そのアウト。何今のグググアウト。ためアウトだよ。ためアウトだよ。ロックマンかお前。ちょっとじゃあやりますか。ますか、はい、先行森本で、はい、USO ゲーム、はい、スタート。せーの、 USO。 僕とあなたは姉妹。嘘。USO 君の名はの原作俺。嘘。USO。 ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。めちゃくちゃテンポが悪いこいつのせいで。ポン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 言って、嘘がつけなくなるっていう面白さじゃないのこれ。こいつの嘘っていうので、もう嘘を考える時間があんまりあるのよ。判定が入りますか。あ、まあ、なるほどね、考える時間ね。結局やってったらこれ厳しくなる。なるほどなるほど、はい、判定待ちでよろしくお願いします。 USO ゲーム、はい。スタート。 USO鬼滅の刃全2巻。嘘。 USO ゴリラめちゃめちゃ喋る。嘘。おい。 USO トラもめちゃくちゃ喋る。嘘嘘。はい。 USO クジャクめっちゃ喋る。めっちゃ嘘。はい。待ってくれ。今日のメインまさかのお前。こいつを軸にお送りする回だった。2021年一発目の沖縄応援。軸カレー。軸カレーです。軸カレーみたいに言うなよ。二段ね、二段ね、二段ね。はいいよ。段軸カレーの二段ではいいよ。ちょっとずつ足してる自分がいるんだよね。嘘。嘘。めっちゃ嘘。じゃあ2人の対決ですから、僕は嘘かどうか判定するだけだから。じゃあもう一回森本氏から USO ゲーム、はい、
スタート。 USO 着込めば着込むほど寒い嘘USO 寝ると逮捕される嘘嘘USO 寝ると体力が減る嘘嘘嘘嘘 USO 食べると逮捕される嘘嘘嘘 USO 洗濯物着ると嫌だ嘘ウィーウアウト言ってアウトなんでよ洗濯物着ると嫌だわ嫌だ気持ちいいじゃん洗濯されたらすぐってあすぐじゃない乾かした後そういうことです完全に今僕はもうびちょびちょのものを着たという。ちょっと言葉足らずだったってことだ。それとこれ何回アウトだと負けなんですか見つけ合うな恋始まるんか2回、2です気をつけてください次でドボンですわかりました、はい、次は新しからいきましょうか、はい、USO ゲームスタート USO ハムスター卵を産む嘘USO 人形を濡らすとやだ ドボンでございますちょっともう一回やらせてください悔しいこの負け方はもう一回もう一回一番大丈夫ですもちろんじゃあ3回アウトにしましょう3回アウトになったんでリーチです気をつけてもうちょっとさいやいやそんなのやらせなんないよみたいないや大丈夫ですもちろん大丈夫もちろん大丈夫なのはいでは行きましょう USO ゲームスタート USO エビに尻尾ない嘘USO ペガサスいる嘘USO トーマスケツにも顔ある嘘前だけだねどっちがストップすることどっちがタイムはないからそのコメント入れ出したらさもういよいよなコメント入れ出したら嘘ですよってことをより視聴者の人にこう伝えるためにああ分かりました、はい、ごめんなさいちょっとで森本氏からスタート USO 給料多いとやだ嘘多い方がいい USO ペンギン空を飛ぶ嘘飛べないねUSO 魚陸でも泳げる嘘ピチピチUSO ゴリラめっちゃしゃべる嘘ウホウホUSO 地球5個ある嘘オンリーワンUSO キリン首めっちゃ短い嘘ビヨヨヨヨちょっとキリンめっちゃしゃべる嘘はい USO キリンコバルトブルー嘘いいよ USO セミ泣くちょっとダメだアウトすいませんすいません応援してくれてるファンの皆様にね応援してくれてるファンの皆様すいませんでしたとすいませんでした、はい、しょんべんくせ嘘言っちゃってすいませんでした2対1や2対1、まあ、次アウトの方が負けですね、はい、そんなバラエティみたいな終わり方でいいんですかこれ次アウトの人が100アウトってことで
はい、はい、いいんですか、はい、僕はいいんですよ、僕は有利になるから。そっちがちょっとちょっとって今まで頑張ってたの何だったんですかって言わないといけないやつですよ。もちろん大丈夫です、ありがとうございます。盛り上がんねえよこんなやつだとやっててもファイナルラウンドスタート。 USO、うん、ハンター試験ちょろい、うん、嘘見よ。 USO イチロー育てたの俺嘘USO 一度に金メダリスト5人アウト あれあるわ、全然ありますよ。え、あるの1大会でしょ、うん、いや、1位です。今のは言葉足らず。一度でもあるか、野球とかやったら全然ある。バスケとかだったらあるか、確かに全然あるわ。全然あるアウトじゃん、全然アウト全然のアウト、最悪の勝者岡田俺が嘘つきチャンピオンだ誇るな嘘つきよ、嘘つき王じゃん。フィーチャリングソルジャーみたいに言うなよ誰が南青山テルマやねもうちょい来たいけ大宮テルマね、遠いよ青山、行き過ぎ行き過ぎ、埼玉行っちゃってるからこっち戻ってこい頼むよ、本当に次回はね、帰ってこれるように、うん、そうですね、うん、なんだよ、その軸大宮から青山戻ってこれるかどうかの軸いらないんだよ